電気映動装置電気映動は、家電粒子あるいは分子が電常中を移動する現象。あるいは、その現象を利用した解析手法。特に分子生物学や生化学では DNA やタンパク質を分離する手法としてなくてはならないものである。19世紀初めに、ロシアの物理学者、フェルディナント・フリードリ・ヒロイスが水中の粘土粒子で発見したのに始まる。 19世紀終わりからタンパク質やアミノ酸などの研究に用いられ、1930年代にティセリウスによってタンパク質の移動度を調べる方法として確立された。これは水溶液を用いる無単体電気栄動であったが、第二次大戦後、ロシアデンプンギルなどの単体を用いた電気栄動が発展した。ロシ電気栄動は臨床検査で 結清タンパク質を分析する方法として用いられている。一方ゲルとしては、その後アガロースがよく用いられるようになり、現在でも DNA 断片の分離、分析に用いられる。また1960年代にポリアクリルアミドゲルが開発され、これはタンパク質の分析や DNA の塩基、配列決定に用いられる。ポリアクリルアミドゲルを用いたタンパク質分析法の 最近では無単体電気営動であるキャピラリー、電気営動が自動延期配列決定に用いられている。家電粒子や分子は、その家電と反対の極に向かって移動する。移動中に pH 勾配があると、家電が0となる点で停止する。これが等電点電気営動であり、タンパク質の分析に用いられる。単体を用いる場合には、DNA やタンパク質などの高分子が、 単体分子に遮られ、分子量の大きいものほど移動しにくくなる、分子古い効果が働く。つまり、分子量の低い分子は、ゲルの網目をスムーズに通過でき、逆に、分子量の高い分子は、ゲルの網目に引っかかり移動がしにくくなる。特にアガロースやポリアクリルアミドなどのゲルではこの効果が顕著なのでよく、用いられる。拡散は、 一様にマイナスに加電しているので、一定方向に移動して、分子量による分離が容易に行える。ただし、RNA は DNA と違い、一本鎖の分子内で工事構造を形成し、分子量の特定ができなくなるので、ゲルに編成剤を混ぜる。結果、RNA が工事構造を形成しなくなるので、分子量の解析が可能となる。ちなみに、 核酸の分子量を特定する際、電気泳動時の別の例に分子量、ラダーマーカーと呼ばれる分子量基地の核酸が数十種類含まれたマーカーを一緒に流し、その移動度と資料の移動度を比較することで資料の分子量を特定する。なお別の原理に基づいて大分子量の DNA を分離するパルスフィールド電気泳動もある。 タンパク質の家電は種類によって大きく異なるが、影4系海面活性剤である、ドデシル硫酸ナトリウム存在下では、SDS 分子がタンパク質分子に付着するため、タンパク質分子は陽極に向かって移動する。この方法が SDS ポリアクリルアミドゲル電気栄動で、拡散の場合と同様に分子量による分離が行える。単体を用いた電気栄動では、各種の染色法で、 核酸やタンパク質の位置を検出することができる。例えば、周回チジウムなど、蛍光色素による核酸の検出、染料や銀染色法によるタンパク質の検出がよく使われる。a 道には直流電流を用いる。一般的な電源では、交流電流であるので、AC、DC コンバータを用いて、直流電流に変換してから電流を流す。詳しくは、 関連各項目を参照されたい。ありがとうございます。